はい、こんにちは。今日はですね、すごく体調悪いです、ね、夏風邪をひいてしまいました。仕事終わってすぐ病院行ったんですけど、そこでもう一回熱測ったら今度は38度6分まで上がってて、受付のおばちゃんにめっちゃびっくりされましたけど、まあ、そんな感じでね、本当はね今日荷物が届く予定だったんで、それの開封動画を撮ろうかなって思ってたんですけど、その荷物も来ないっていうね。なんで、まあ、病院に行った帰りに本屋さんに行って、本屋さんなんですけど、まあ、CD も売ってたんで、こちら、はい、このねキャリーパミュパミュのなんだコレクション、初回限定フォトブック仕様っていうのをね買ってきたんで、今日はねこれを開けたいと思います、はい、早速開けてみます。初回限定のやつは DVD もついてると、ね、入れたらこんな感じですね。なんですかね、あ、なんかここにシリアルコードが書いてあるんですけど、これでなんかもらえるみたいです。でね、肝心の中身は何ですかね。これ、そうっすね、フォトブックは多分なんか見せれないんで、どうなってんだ。あ、なんか、こういう状態のが、こう開くと、ここにね、1枚、なんか入ってるんですよ。これが CD の方ですね。これ CD です。で、こういう感じでフォトブックになってて、あれ、ね、歌詞と、まあ、キャリーちゃんの写真とかあるんですけど、それの反対側ですね、内側、ここまたもう一個開いて、でここにもう一枚ディスクが、はい、これが DVD ですね、はい、DVD はファッションモンスターとフリソデーション、忍者リバンバン、インベーダーインベーダーのミュージックビデオが入ってるみたいです。はい。まあこんな感じですね。なんだコレクション買ってきました。本当に調子悪いんで、これ聞きながら、でなおかつ、金さんとかがレビューしてましたけど、スタバのエナジードリンク、セブンイレブン限定だったかな、このねベリーベリーハイビスカスを飲んで、まあ、明日も仕事あるんでさっさと寝たいと思います。